してフリー素材概念にドン引きする愛好家たちの反応集。左側信長死亡の前後の戦国時代で戦うゲームのワンシーン、右側平成24年に発足された関ヶ原鉄砲隊の活動写真。イベントの旗を当時の旗指し物の再現だと勘違いした人がゲームに登場させたってこと？別に関ヶ原鉄砲隊とのコラボならいいんだけど、これ無断で使ってるんだよな。資料がネットで適当に検索してるだけってのが確定して笑う。男字書いてある方がかっこいいからな。コンセプトアートは適当な画像を引っ張ってきて作ってもいいよ。自信満々に公の場に出すな。この関ヶ原鉄砲隊の旗だって昔から引き継がれたやつかもしれないじゃん。平成24年発足なんです。許可取ってない。シンプルにヤバい。許可取ってる。交渉どうなってんだよ。ヤバい。鉄砲隊が過去に行った可能性もまだあるから。関ヶ原鉄砲隊タイムスリップが苦節派かもしれん。歴史の闇に葬られた第三勢力、関ヶ原鉄砲隊。UBI レベルでもネットで適当に拾った画像を資料にしてるのか。いろんな分野のスタッフの質が下がってない？そもそもなんで豊臣政権にもなってないのに関ヶ原の名前背負ってんだよ。関ヶ原って関ヶ原の合戦が起きるまでは何の価値もないただの草原だからパクリ問題無視したとしても信長の時代に関ヶ原の名前背負ってる奴がいるのはおかしい。関ヶ原は成り行きで底戦場になっただけなのにこんな旗用意するわけねえだろ。皮肉なのは朝栗シリーズがバカゲーだったらこんなに叩かれることはなかったんだよな。曲がりなりにもこれまでのシリーズで時代交渉頑張ってきたせいで日本舞台だけクオリティが低いのにどうだ完全再現だろの顔して出してきてる。これがヒットマンなら話は違った。だとしても関ヶ原鉄砲隊の旗使ったらダメだよ。街で歴史好きのおっちゃん拾って監修させた方がもっと良くなる気すらするぞ。なんでこのやる気のなさで日本舞台に選んだんだ。注目は集まったし文字通り炎上商法か。ああこれ本能寺の変史実再現か。アンチオツ、使用許可と使用量が必要な二条城の松田和の無断使用疑惑に比べたら可愛いもんだから。美術品の画像映像は許可なく放送とかできないからこっちシャレにならないんだよな。これアートブック一枚でこれほどまでの権利侵害よ。トラロープで草。中国の仏像はギリギリ仕方ないにしてもトラロープはねえだろ。森の中にランダムなトラロープあるのかなり日本っぽいと思う。時代は合わない。トラロープって由緒正しい歴史あるものなんだな。逆に考えよう。このトラロープは大パーツであってこれこそが今回のエデンのかけらなんじゃないか。そして現代でも至るところで貼られているトラロープとは。トラロープはたとえ炎上で荒探しが始まんなくても突っ込まれてただろ。津島で言うとどれぐらいヤバいの？ネイルガンが出てくる。敵が猛虎じゃなくてペリーだった。ロケハンほぼしてないのでは？構想練ってる時はコロナ災い真っ最中で現地調査もろくにできなかったんだ。ってことにしてあげたい。ゾロが伝説の侍ヤスケから刀を受け取っていたことは知っているな。東洋の違法建築こと朝栗シャドウズがヤスケの刀としてゾロの三大鬼鉄をそのまんまジャパンエキスポに出してきたというクソバカ追加燃料炎上案件っすね。とんでもねえ案件で草。コンセプトアートがパクリとコピーのパッチワークなんだから、そりゃ他作品からも持ってきてないわけがなく。なんで治水化風空なんだろう。小田かかしんって設定なら天下布武じゃないのか。風林火山を誤解してんじゃない。勉強不足とかのレベルじゃねえぞ。勉強拒絶してるレベルだ。多分アマゾンで適当に買ったやつだからそこら辺は分かってないと思う。文化東洋でもなんでもないガチモンの東洋が出てきすぎなんだよね。東洋とか通り越してシンプルに丸パクリ。戦国時代に麦わらの一味が存在しなかったという証拠はないし。なんでよりにもよって妖刀の季節なんだよ。そこは修水とか閻魔にしておけよ。俺だったらパクリにしてもバレなそうな湯走りにするけどな。クイナの形である名刀は同一文字とかじゃなく、マジでヤバい方の刀なのくさ。これで使ってるのがよりにもよって使うとろくなことにならないって言われてる妖刀の三大鬼鉄なのが逆に面白くなってくる。権利問題とか湯まずい問題なのによりによって鬼鉄、というのが何か変な笑いを呼ぶんだよね。下手すると会社が死にかねない不祥事がバンバン湧いてくるのはさすがの鬼鉄も想定外だったと思うんですよ。この土壇場で鬼鉄選んでくるもってなさ狂おしいほど好き。おだっちが日本文化好き好きガチ勢で刀の造形センスが良すぎるのが悪い。まさか小田と小田を勘違いしているのか。伏線回収はワンピース並みなの死ぬほど草。
まずい、全伏線回収開始される。織田刀で検索したらヒットしたものを購入して展示しただと思われるが。これ空白の100年のネタバレ？全ての刀は黒刀になりうるってそういうこと。黒炭ってそういう？日本とあの国を間違えた説。あの国、史実だった。ゾロは三大鬼鉄を一本五万のジャンク品コーナーで見つけたので、元の持ち主がヤスケであっても何もおかしくはない。本能寺を生き延びたヤスケがイーストブルーに流れ着き、そこで刀を売ったと見るのが妥当。ワンピース担当編集もエロ漫画割ってたから、双方痛み分けってことにできないか？いいか大臣、これはどう見ても中華街ななんちゃって、日本も描こうが忍ばないトンチキ忍者や片言を喋る侍を登場させようが、大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、どんな理由があろうと、俺は自国のものを盗んで我が物顔をする奴は許さない。シャンクス、ありがとうございました。もう二度とやらねえから！一度もやるな、ホンダラ。ヤスケも魚人設定なら人じゃないし、ここまで炎上しなかったのに。露骨な呆れたな、マチウセロ。呆れたな、今時流行らんぞ、魚人差別など。あの、ヤスケを専門にしてた外人学者が10年近く生き改ざんしてたっぽいんすけど。ヤスケを専門に、やることあるんすかね？もちろんほとんどない。研究本なのに一時ソースがほぼ皆無とか話になんねえよ。どういうことだ、学者がヤスケのウィキペディアに事実とは異なる内容を記載してたってことなのん？外人学者がヤスケの域を改ざんして、その域を参考文献にしてヤスケの本書いて、さらにそのヤスケの本を域でさもヤスケ研究の重要参考資料であるかのようにまとめるみたいなことを10年近くやってたみたいなのん。あの自分学生時代参考文献がウィキペディアのレポートなんてクズの提出物だって教わったんすよ。なんで研究者の論拠がウィキなのか教えてもらっていいすか？日大の准教授だかなんだからしいけど、誰もまともに研究成果確認してなかったんすかね？なんかやぶ蛇をつついたらとんでもないものが出てきたけど、どないする？朝繰り問題どころじゃないんすけど、良いんすかこれ？一時資料ほとんどないの20年も研究者ずらしてるってネタじゃなかったんですか？フィクション作家とでも呼んだ方が良いタイプ？信長が身体洗ったとか、光秀がこいつ頭悪いから殺さなくていいよって言ったとかもそうなんすか？それはイエズス会年俸だから問題ないっすね。まあイエズス会年俸もまた劇を超えた、また劇をフロイスがまとめて提出したものだから信憑性は薄いんやけどな、ブヘヘヘヘ。光秀が殺す必要はないって言ってたあたりは真実っぽいっすね。こっちの説だと信長を解釈して首と刀持って息子のところなら行ったみたいに語ってるから、逆に真実味があるんだよね。ひどくない？じゃあどうすればヤスケを研究できるのか教えてくれよ。パッと思いつくのはヤスケになる前の名前調べるとかすかね。おそらくキリスト教徒にはなってるはずなので、そこ探して教会資料ひたすら潰していく地味な作業になりそうすけど。アーサー王が女性だったことにして、史実に基づいてるって言って現実の歴史は真っ赤な嘘って言ってるのと同じってことっすよね。こんなことしたら殺されても仕方ないと思われるが、それをフィクション作品じゃなくて学者として書いた論文の中でやってるんだよね。もはやヤスケの逸話自体がまるまるこいつの創作みたいになってて笑うんだよね。もしかしたらヤスケの存在自体捏造なんじゃないすか？疑いがあるとかじゃなくてマジで確定情報なんすか？さあね。ただヤスケに関する記事を書き換えまくってたアカウントを遡ったら、本人が自分からトーマス・ロックリー本人ですと名乗っていたのは確かだ。うむ、まだ出してないはずの論文を引用文献にしてたり、トーマス・ロックリーの英語記事を立てて他のやつに自伝書くなと言われてたりと、とっとりトム、トーマス・ロックリーはほぼ確定なんだな。学会に関してはこいつ放棄してたら、場合によっては同じような目を向けられる可能性があるから死活問題なんだよね。怖くない？その学問に関わる一人二人のバカでかいやらかしはですね、その学問の他の真っ当な研究者全ての名前と信憑性に泥を塗り、その学問を荼毘に付すこともあるんですよ。ヤスケはパイパンだったみたいなデマ流したら BBC 経由で朝栗に採用されて生死だったことになりそう。日本の全方位に喧嘩売るチキンレーススタンプラリーでもしてるのかってレベルで権利侵害が出るわ出るわで。ちなみに中国は普通にこのままじゃ自分とこの偉人や歴史もヤバいと警戒して味方になって、韓国はもともと黒人が差別化ましてきたことにブチ切れてたので日本の味方になりましたよ。おっと、南アジアさんバカマヌケトリオが結託してる。この劇場版感は一体何なんすかね。陰夢以外でも一つになるんだな。陰夢と美少女コンテンツとアジア差別には割と団結する地方が東アジアだからな。
まさかこの三国を一つにするためにこの事件を。怖いのは騒動でこれが発見されなきゃずっとこのままだったってことっすよね。日本人からしてみれば信長が気に入って召使いにしてた黒人程度の存在でしかないのに、黒人という一点だけで盛られまくってるんすね。義経チンギスハン説を大真面目にやってたようなもんだと考えられる。重箱の隅をつつくなと言われるけど、隅どんだけあるんだこの重箱。角消しみたいになってる。ウニみたいな形になってる重箱。重箱が隅だろこれも。主人公がヤスケだろうと黒人だろうと、ゲーム内の日本描写が適当だろうとどうでもええやん。問題早ね。このようなのに公式はいや聞いてほしいんだ。確かに本筋はフィクションだけど、ちゃんと日本について調べた上で制作していてね。みたいな舐め腐った態度を崩さん上に権利的な問題も出てきても、はやヤスケ云々じゃ収まらない規模の話になってるということやん。ゲームといい、ウィキといい、フィクションの主人公適性が高い、美味しい人物をものすごい勢いで意味込みする。見事やな。朝栗だの史実だの言わずばさらみてえなノリのヤスケゲー作って愛されキャラとして確立すればよかったと思われるが。黒人奴隷として宣教師に連れられてきたヤスケは実は侍になっていた、とか日本人の歴史ゲームファンは大抵の人は喜んで遊ぶんすよ。どうして史実に忠実だなんて言っちゃったの？どうして突っ込まれたのに否定しないの？ソースが捏造されたものだから500億歩譲って仕方ないとしても、どうして資料の無断使用やワンピースからの引用なんてことしたの？まあ、エセ中華とかナーロッパは日本もやってるからな。今回はもう歴史理解以前に著作権的にダメだ。もう。ゲーム内じゃなくてゲーム内の方が面白いのやめろ！マシュマロにてリクエストありがとうございます。